イスラエル大使館から講師3時間テレグ・レニー様。こんにちは。ハロー。あとで。Okay, I will be very, very brief. 私はペレグです。テルアビブのです。The gay capital of Asia and the Middle East.We are from a country with conflict and a lot of problems, but two things are very important. Gender equality and LGBT rights. So we are very proud of it. Also, Zehi, Doku Getsuni, Tel Avivni, Gay Pride, Sankashte Kudasai. Enjoy today and Gambate. Bye. いいわね、イスラエルってね。急にあなたね。でも、褒める言葉じゃないですか。いや、なんか大体わかったわよ。いいわよね。それぞれ通訳の方々いらっしゃいましたけれども、イスラエル大使館に関しましてはすいません、いらっしゃらなかったということなんですけれども、はい、もう、まあ、なんかお気持ちさせてね。ということで、続きまして。はい、スベンさん。はい、スベン。Last but certainly not least,The Ambassador of Australia, Bruce Miller. オーストラリア大使館特命全権大使ブルース・ミラー様です。皆さんこんにちは。最後になりますけれども、駐日オーストラリア大使のブルース・ミラーです。このようなありがとうございます。このような盛大なイベントに初めて出席できて、とっても嬉しく思います。オーストラリアといえば。カーリー・ミノーグ、そしてフィジカルでも有名なオリヴァ・ニュートン・ジョンといった歌手をご存知かもしれません。またはシドニーのマーディ・クラーでしょうか。毎年2月後半からシドニーゲイ&レスビアンマーディ・クラーというイベントが2週間ほどかけて行われています。全世界から人々が訪れ1万人が参加するパレードもあり、とても華やかな時期です。こう聞くとオーストラリアはとても楽しく LGBT にとって生活しやすい国と感じるかもしれません。まあ、それはそうなんですけども、今日に至るまでにはさまざまな権利を実現するために社会全体が厳しい道のりを歩んできました。現在はオーストラリアでは法律でインターセックスを含めた LGBT への差別が禁止されています。思えば永住権ビザの取得で同性カップルを正式に認めたのはもう23年前のことなんです。1999年でした。さらに州によっては結婚署名に代わるシビルユニオンを発行してますけれども、同性結婚はまだ認めてないんです。それ社会のコンセンサスはまだ得られてないわけなんです。それでもこの20年間、権利拡大が進み、2008年に遺族年金を受け取る権利と配偶者控除を含めた税制改正によって、社会で享受する権利を全てストレートのカップルと同じにすることができました。それはかなり前に進みましたけれども、まだまだ課題は残っています。昨年、元水泳選手のイアン・ソープは涙ながらにカミングアウトしました。これはスポーツの世界ではいかに公表が難しいかの実例ですが、オーストラリアには他にも問題が残っています。法律では禁止されていますけれども、学校や職場では性的指向や性自認を理由にした嫌がらせが起こることもあります。一般に差別や偏見を持つかどうかは一人一人の心の戦いです。ですからオーストラリアもここ日本でも法のもとにみんな平等ではあっても偏見のない社会を目指すため努力をしなければなりません。人間はこれまで自らの生きる権利を実現するためその信念を持って社会を変えてきました。ここ日本では民主的プロセスが保障されています。皆さんは自分の幸福のため
自分の愛する人と普通の生活をするためにそのプロセスに参加すべきだと思います。外国などから誰かがきっと手を差し伸べてくれるだろうと待ってては何も変わらないのです。皆さんの努力の結果権利拡大につながるのであればそれは喜ばしいことです。私はいつの日か皆さんが勝ち取った権利で自らの人生を切り開いていくの、いく姿を見てみたいと思います。本日は素晴らしいイベントにお呼びいただき誠にありがとうございました。じゃあありがとうございました。オーストラリア大使館からブルース・ミラー様でございました。はい、大使館の皆様素敵なスピーチを本当にありがとうございました。皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。はい、では続いてで、ですね、他に、まあ、各国いろんなスピーチしていただきたかったんですけれども、実はスウェーデン大使館そしてアメリカ大使館のメッセージの方が、今回のこの2015年の東京レインボープライドの公式ホームページの方で、ちょっと先かな、あ、もう出ました、もう出てる、出てる、あ、見られる、すべて日本語うまいわね、あたし全然全然自信がない。あの、ここになんか虹色が、はい、アメリカ大使館とスウェーデン大使館からメッセージの方が寄せられているということなので、ぜひそちらの方、ホームページの方も確認していただけたらと、はい、このように思います。はい、はい、まあ、一つの最後のコメントなんですけど、はい、あの大使館 の方々本当にありがとうございましたね。あの確かにあのこれは世界中の温度だから日本だけではなく世界中の問題、まあ、あのその進歩が進みますのでね、We are not alone です、ね、それだけ言いたかったんです。そうね、一人ぼっちじゃない、通じなかったから気持ちさせてよって話よ。ということで気持ち気持ち、はい、ってことで、そうそう、ね、で、ここでですね、まあこんな私ちょっとびっくりしたのが英国大使館がなんか和太鼓とかっていうのもすごかったじゃない。なんかもう慣れた感じでしたよね、だいぶやってる、いつもやってらっしゃるんですよ。じゃあ来年何が欲しいんですか。いや和太鼓十分ですよ太鼓になりたいくらいですよ私太鼓になりたい、同じベルバーベル、うん、そうで、ですね、はい、この後もじゃんじゃんバラバラね、素晴らしいステージの方では、パフォーマンスの方を繰り広げられるわけなんですけれども、はい、ここで次なる紹介の方、ジャンジの方から、はい、次はですね、二次組ファイズの皆さんです。二次組ファイさん、皆さんも結構ご存知かなと思いますが、 LGBT 信用を拠点にサークルとして活動する男性アイドルゲイグループで、20代から40代通算60名を超えるメンバー、すごいですね、が、70代はちょっと書いてないねが参加して、オリジナル楽曲のレコーディングやライブ活動を展開しています。今回の東京レインボープライドステージはもう3回目だということですね。はい、おほ、では行きましょうか、ましょう、はい、もうガラッと気分を変えてですね、はい、こちらの方盛り上がっていきたいと思いますよ。ファイツの皆さんでございますよ。皆さん拍手でお迎えください。カモン、ゴーシャこんにちは